ザ・ハッカーは2000年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はジョー・チャペル、出演はスキート・ウール・リッチとラッセル・オンなど、ジョン・マーコフと下村・勤による著作テイクダウン、若き天才日本人学者 VS 超大物ハッカーを原作とし、コンピューターハッカーのケビン・ミトニックを主人公にしている。映画冒頭ではこれが 実際の事件を脚色した作品であると正し書きが入る。下村本人が亀を出演しており、ミトニックの友人が劇中の下村自身を矢じる場面でそこに同席している人物という役である。制作国である米国をはじめ日本を含む多くの国では劇場公開されずビデオスルーされている。日本では2000年9月8日に DVD が発売されている。 仮釈放中のミトニックは、アイスブレーカーと名乗るハッカーから呼び出されて、情報交換を持ちかけられる。相手は、SAS の情報と引き換えるというが、ミトニックと、友人アレックスは罠だと考える。ミトニックは別人になりすまし、電話で製造者らを騙して、システムのデータを手に入れる。そうして、次々に別人を装って、相手を欺き、 SAS 直通番号も入手した。ミトニックは、SAS の接続画面をアイスブレーカーに見せるが、アイスブレーカーとは、実は、FBI の捜査官ランスであった。ランスが、上司のローリンズ捜査官に事態を報告する電話も、ミトニックは盗聴していた。2年後、新聞には、ジャーナリストのマーコフが書いた記事が掲載された。南カリフォルニアに潜伏する、ミトニックが、 携帯電話会社からデータなどを盗み続けていること。FBI の電話を盗聴し、追跡を逃れていること。ミトニックの追跡に一層力を入れる FBI。物理学者の下村は、ハッカー対策の第一人者として、電子通信のプライバシー条例に関する連邦、聴聞会に呼ばれ、意見を述べる。このテレビ中継を見ていたミトニックは、下村に対して敵意を覚え、 企業の社員になりすまして勤務先の下村に電話をかけたが嘘を見破られる。ミトニックは下村の恋人の過去を調べ、匿名電話で下村をからかい、さらにサンディエゴ SCC にあるサーバーから下村の研究情報やメールをはじめ何千ものファイルを盗み出した。ミトニックはファイルに含まれたデータの重要さに驚愕する。その中には下村が コンピュータウイルスのワクチンを作るために最初に作ったウイルスもあり、それはセキュリティを無効にし、電気や電話などのインフラ設備に侵入できる国を支配できかねないものだった。暗号化された、それをミトニックは解読しようと考える。また、ミトニックが潜伏する友人、アレックスの自宅の捜査令状の要請が出たことも、ミトニックは FBI のメールを盗聴して知り、 捜索が入る前に脱出する。さらに、ロサンゼルス水道電気局にアクセスし、捜索に当たったギブソン捜査官の家の水道や電気を止めてしまう。下村の家の留守番電話に脅迫のメッセージが吹き込まれた。下村は同僚に事態を説明する。自宅のパソコン、オシリスにあった重要なデータは残っている。オシリスが、 唯一接続しているセンターのサーバーエリエルの防御壁を破って侵入されている。侵入者がオシェリスに入り込んでデータを探し回った形跡から下村はミトニックが犯人と睨む。その頃ミトニックはギブソンら捜査官の写真を入手しようとしたが失敗し寸でのところで追手をまいた。ミトニックは飛行機でシアトルへ逃亡する。下村は コンピュータの悪用及び侵入に関する会議に呼ばれ、質問の矢面に立たされるが、ミトニックの友人らと共に傍聴席にいた、アレックスから、ヤジが飛ぶ。会場を退出した下村に、ギブソンが声をかけ、ミトニック逮捕の協力を求める。ハッカーの文化を理解したいと語るギブソンに、自分はハッカーだが、ミトニックは、クラッカーと答える下村。協力を断る。 下村に離れたところからアレックスらがさらにヤジを飛ばしてくる。脅迫電話の主がミトニックの友人の彼だったと聞かされた下村はミトニックとの対決を決意。下村と FBI との共同捜査が始まった。ありがとうございます。